よし、作成完了。何を作ってたの？ LINE の公式アカウントだよ。いや、ウプ主、公式アカウントとか、すぐ忘れそうなのにいいの？こんなアホでバカで間抜けな。ウプ主さんが、公式アカウントとか嘘でしょ。いや、めちゃくちゃ言われてるがん。はい、この通り本当に作ったよ。でも使う場面があるの？この公式アカウントでは、動画投稿情報やお知らせ通知、個別の質問にも応答できるようになってるよ。ちなみに試験運用はできてるの？個別質問の受信確認、送信確認などはできていて、メニューも機能できているよ。それと視聴者との交流も考慮して、オープンチャットも作成したよ。オープンチャットか、良さそうじゃない。次に2月の予定について話すよ。2月は11日に行われる、三河奇遇駅ありがとう、おとりに行くよ。予定ではどちらの列車も撮影する予定だよ。そしてイベント系の動画なので、今度は全員連れて行くよ。やっと、実際の鉄道を見ることができる。おお、これはぜひ行きたいわね。まあ、あとは僕たちで話し合おうか。そして、オープニングを新たに追加します。とりあえずこれをご覧ください。今後は、従来のオープニングと今のオープニングを交互に流していこうと思います。いやぁ、新オープニングも良かったわね。新オープニングは人物紹介はないけど、列車がはっきりと映っていたからまた新しいわ。日鉄チャンネル内規模リニューアルについての報告動画は以上です。では、これからも日鉄チャンネルをよろしくお願いします。